名古屋大学の最先端研究を紹介する明大研究フロントライン。今回は認知症の予防に健康診断を活用し、手遅れを減らそうとしている医学系研究科神経内科学の研究室を再び訪れます。認知症の症状は神経細胞の機能がかなり低下してから現れます。そのため症状が出てからの治療では十分な効果が得られないのですが、認知症のサインをいち早くキャッチする医療の仕組みがありません。そこで私たちは認知症が始まる前に何とか病気を止められないかということを考えました。注目したのは我が国日本では健康診断というシステムが非常に発達しています。10年後20年後に認知症になるかもしれない、そういった方々を早く見つけ出して早めに何か手当てをすることで認知症が予防できないか、そういう研究を行っています。認知症は脳内に異常タンパク質が蓄積され神経細胞の機能が低下し自覚症状が出るという経過をたどります。自覚症状が出る20年以上も前から脳内では変化が始まっているのです。そこで名古屋大学神経内科学研究室ではレビー小体型認知症の早期発見に向けた研究を行っています。レビー小体型認知症という病気は認知症の一つです。認知症全体の 10-20% を占める病気です。レビー小体型認知症には分かりやすい前触れ症状があります。睡眠時の異常行動、匂いが分かりづらい、便秘といった症状です。どうすればこれらの前触れ症状をいち早く医療機関で発見できるでしょうか。私たちは健康診断を利用して前触れ症状のある方を特定できないか調べるための調査を5年前から開始しています。我々は複数の病院と共同でこのような前触れ症状を調べるためのアンケート冊子を作成し、検診受診者に対してアンケート調査を実施しています。アンケートの中身は、はい、いいえの2択や4択を採用しておりまして、どなたでも簡単に回答いただけるように工夫を凝らしています。これまでに調査した検診受診者約6500人のうち約 7% に2つ以上の前触れ症状が見られました。これらの人々はレビー小体型認知症の予備群といえます。アンケート調査によって抽出できたレビー小体型認知症のハイリスクの方に対して精査を行いました。その結果ですけれども、運動や認知機能には大半の方は異常がありませんが、見た目には健康であるにもかかわらず3人に1人の方がダットスペクトや MIBG といった本来はレビー小体型認知症の患者さんにおいて異常が出る検査で、もう異常が出始めているということが分かってまいりました。そこで我々はそういった方に昨年からゾニサミドというお薬を飲んでもらって病気につながるのが予防できるかという研究を始めています。もしその効果が実証されればですね、神経疾患の予防につながるという世界初の研究成果になる可能性があるのではないかと考えています。認知症が始まるずっと前の前触れ症状をいち早くキャッチし、お薬で予防しようというこの研究、健康診断が発達する日本ならではの研究として注目されます。今後の研究の進展が楽しみです。